皆さん、ヤッホー、リクチャンネルのロミです。今日は今までロミ動画で何回もハッシュタグリカシリーズいろいろね紹介したと思うんでね。で例えばハッシュタグ青春ブレザー、ハッシュタグゆいゆい、ハッシュタグネオンバタフライとかね、こんな感じで、まあこれよりもっともっとたくさんね紹介してきたんだけど、で今回も夏にぴったりでめちゃくちゃ可愛くておしゃれなハッシュタグリカシリーズ登場しちゃいました。それがじゃん、こちらの4種類です。今回の新作のハッシュタグリカシリーズ、もうね今の季節にぴったりのドールとかウェアたちなんですよ。じゃあまずドールもセットになったこちらハッシュタグフロートジェリーフィッシュで、次こちらハッシュタグロカビリーチェリーで、次はウェアとか小物のみのセットになったこちらハッシュタグマーメイドビーチです。もうね見ただけでもう夏って感じがして、ガチ可愛いでしょ。これもね細かく後で紹介します。で最後がこれもウェアのみのセット、スケボーストリートです。めちゃくちゃねスポーティーなウェアになってて超絶かっこいい小物のセットになってます。じゃあ今回こちらの新商品4種類全部紹介して、前のハッシュタグリカシリーズとかと着せ替えたりしちゃいたいと思います。それではスタート。はい、じゃあまずはねハッシュタグリカ知らない人のために簡単に説明します。このハッシュタグリカ、みんなも知ってるあのリカちゃんが17歳になった姿なんです。もうロミと同い年、女子高生になってもうね身長も高くなってめちゃくちゃ大人っぽくなってて、マジでロミも羨ましいくらいねおしゃれになったリカちゃんたちです。で今回新登場したハッシュタグリカシリーズ紹介したら、普通のリカちゃんともね身長どんくらい差あるのか、どんくらいスタイルが抜群になったのかね比べてみるので楽しみにしててください。最初はこの子からかな。あ、で実は皆さんこちらのね発売が8月27日の新商品になってるんだけど、特別にゲットしちゃいました。だからもう誰よりも早くみんなに紹介してるからね、絶対に最後まで見てください。はい、じゃあまずはこの子ハッシュタグロカビリーチェリーから紹介していきます。じゃあ他のはこっちで待っててね。よし、じゃあハッシュタグロカビリーチェリー、ハンバーガーショップに来ちゃった。ハッシュタグロカビリーチェリーも小物がハンバーガーになってんの。え、やばい。じゃあせっかくなんでポテト。ロミもう本当にハンバーガーショップでアルバイトしたくなるくらいハンバーガーポテト大好きだから、マジぴったりの商品で、ハンバーガー、お揃いお揃い。じゃあ腹ごしらえもできたんで早速ロカビリーチェリーから紹介していきます。このハッシュタグリカ、アルバイト風のユニフォームと小物のセットになってて超絶可愛いの。見て髪型もね高いポニーテールで、もう見ただけでさ可愛いのが伝わってくる。もうねこのチェリーのスカートのこの黒のレースがめちゃくちゃ可愛い。もうハッシュタグリカもさ高校生だからさ、この夏はさアルバイトするのかな、ハンバーガーショップで。このクマのハンバーガーにポテトで、お盆もハンバーガーとチェリーのイラストが描いてあるの。このワンピースにぴったりの小物だよね。で、あとサングラスもついてます。で、ここに目にかけてもいいし、頭にやっても可愛いと思う、こうやってね。で、このデニムのジャケットなんだけど、脱がせたり着せたりもできるから、脱がせても可愛いんですよ。こうやっていろんなファッションがね楽しめるからね、いいですねこれね。じゃあ普通のリカちゃんを隣に並べるとこんな感じ。身長も違うし、もうやっぱりね足がスラッとしてめちゃくちゃ大人っぽくスタイル抜群になりました。で洋服もね、普通のリカちゃんは小学5年生だからねめっちゃ可愛らしい感じの服なんだけど、ハッシュタグリカもうやっぱ17歳の女子高生になったから、こんな感じ大人っぽい服になってんの可愛いよね。くるっと回すとこんな感じ。もうねどっちも可愛いんだけど、ハッシュタグリカはやっぱり大人っぽさがあるから、やっぱり女の子の憧れって感じのリカちゃんだね。背景シートとかも使うとインスタ映え写真とかも撮れるからめちゃくちゃ楽しめます。じゃあね早速次はフロートジェリーフィッシュ紹介していきます。水族館になった。でハッシュタグフロートジェリーフィッシュ、まずねドールがめっちゃめちゃくちゃ可愛いの。なんかね海をイメージしたドールになってて、青いヘアスタイルが今までいない感じでめちゃくちゃ新鮮じゃない？見てください、このヒラヒラのレースもね海みたいですっごい可愛いです。
で見て、髪の毛もブルーじゃん。でこのヘアアクセもさ、クラゲの足みたいでめちゃくちゃ映えるね。超似合ってる。ブルーの髪の毛にクラゲの洋服で、靴も透き通ったブルー。もう全部がもうね、水族館って感じ。もう海って感じだよね。超絶可愛くない？もうヘアアクセもめちゃくちゃおしゃれで可愛い。もうさ、多分こういうさ、おしゃれな格好して水族館デートとかするんだよね。もう可愛すぎる。もうさ、このファッションならさ、どこから撮っても映え写真撮れそうだから。で、あと小物にはね、こんな感じのピンクのバッグがついてて、で、大体全部ね、髪色とかも青が中心なんだけど、ピンクが入ることによってめちゃくちゃね、可愛いですね。合ってますね。なんかさ、あのヘアアクセもさ、ちょっとピンク混ざってて、髪の毛もここのさ、ちっちゃいお団子にもピンクの髪の毛にもなってるから、ピンクのバッグもめちゃくちゃ似合ってますね。そう、一部分だけ髪の色が違うの、可愛くない？で、あのドールがついてるセットは、あの全部背景シートもついてて、インスタ映え写真とかね、撮れるので、いやー、本当に一つあればもうめっちゃ楽しめます。じゃあ次はウェアと小物のみのセットになったスケボーストリート紹介していきます。はい、はい、あ、部屋に戻りました。はい、でこちらスケボーストリートです。このね、ハッシュタグスケボーストリート、ドールがついてないので、自分の好きなハッシュタグ理科に着せてあげてください。あ、じゃあまずね、はい、ハッシュタグスケボーストリートのセット内容はこんな感じ。見て、このさ、帽子がついてて、めちゃくちゃクールなウェアになってんの。すごいスポーティーじゃない？で、小物のスケボー、クオリティ高すぎない？これここにね、文字とかかっこよくハッシュタグリカーとかいろいろ書いてあって、で、ちゃんと動くの、タイヤが回って。で、ウェアは帽子にピンクのシャツで、短パンにスニーカー、黄色の靴下です。なんかさ、今までのハッシュタグリカって、可愛い系とかかっこいい系もいろんな種類の洋服とかあったけど、スポーティーな洋服ってあんまりなかったから、すごい新鮮でさ、クールだよね。で、ね、どのドールに着せてあげようかなって思ったんだけど、実はハッシュタグリカのウェアって普通のリカちゃんにも着せることができちゃうから、最初は普通のリカちゃんに着せてみたいと思います。どんな感じなんだろうね。やっぱり身長が違うからちょっとイメージは違くなるけど、多分絶対に可愛いと思う。それでは、はい、スケボー広場になった。え、めっちゃ可愛い。で、見て、普通のリカちゃんに着せてもめちゃくちゃ可愛いです。ほら、超クールで可愛い。でもさ、やっぱり身長が違うからまた違う可愛さがあって、なんかさ、どっちに着せてもいいね。ハッシュタグリカに着せてもいいし、普通のリカちゃんに着せてもいいよね。で、見て、小物のこのスケボーに乗せてあげると、ほら、めちゃくちゃ可愛くない？じゃあ次はハッシュタグリカにも着せてあげたいと思います。じゃあ、めちゃくちゃクールでスポーティーなウェアだから、どの子にしようかな。一番最初のハッシュタグリカの時に紹介した、じゃん、ハッシュタグネオンバタフライの子に着せてあげます。絶対似合う。こっちもね、クールでかっこいいから。よし、じゃあいくよ。はい、こんな感じです。あの、普通のリカちゃんも可愛らしい感じだったけど、すっごい大人っぽいね、ハッシュタグリカに着せると。あのね、帽子のこの蛍光ピンクの色と髪の毛のね、色がね、合ってるから、ほら、ピンク混ざってるじゃん、髪の毛にも。え、なんかさ、もうさ、スケボー女子とか憧れちゃうよね、マジで。女の子のスケートボーダーなんてかっこよすぎるもん。もうね、去年からね、やっぱスケボーとか流行ってるから、マジで本当に今年にぴったりのウェアになってます。で、スケボーに乗せるとね、もうよりかっこよくなるから、いくよ。見て、超かっこよくない？で、こうやってね、動かしたりして遊べます。じゃあね、最後はまたウェアと小物のセットになってるハッシュタグマーメイドビーチ紹介していきます。今回ロミがもう一番って言っていいほどずっと楽しみにしてた商品です。もう超絶可愛いです。じゃあ、それでは、はい、こんな感じ。もう可愛いでしょ、これ。今回ね、普通の洋服じゃなくて水着になってるの。見て、こんな感じのセパレートタイプの水着とマーメイドの2コーデが入ってるんです。いつもさ、だいたいハッシュタグリカってさ、1コーデとかだったから、こうやって2コーデ楽しめるのはすごいと思う。これ真珠みたいな肩紐になってて、緑と紫がメインのね、あの水着になってます。この紫のヒラヒラ可愛くない？で、小物のバッグも透き通った紫色で、もうこの水着に合ってますね。で、見て、ここのさ、ヒレもさ、見て、中のピンクもすごいキラキラで、ガチ可愛いです、これ。で、あと、小物の紫のサンダル、ヒールついてて可愛いでしょ、これも。で、あとは、貝殻のイヤリングです。
じゃあね、もう可愛すぎて早くドールに着せてあげたいので、どれにしようかなと思ったんだけど、あの髪色とかもめちゃくちゃ似てるハッシュタグゆいゆいに着せてみたいと思います。もう絶対似合う。じゃあそれでは、はい、こんな感じです。もうね、超絶可愛く変身しました。もうさ、やっぱりさ、水着だから余計足がスラッとして見えてスタイル良すぎ。足長っ、羨ましすぎる。もう髪の毛の色がね、紫もあるから、もう余計ね、マーメイドっぽくて可愛い。でこれがね、セパレートタイプの水着なんだけど、今からマーメイドにも変身しちゃいます。マーメイドはこれ下に着せるだけでいいのかな。めっちゃ可愛い、もう人魚姫みたい。もう今の季節にぴったりって感じじゃない、もう夏って感じのウェアになってる。で一回転するとこんな感じ。マジでもうマーメイドゆいゆいになっちゃいました。やっぱりさ、夏ってさ、水着着たいじゃん。でやっぱり多分ゆいゆいもリカちゃんと一緒に海、水着で海行って多分映え写真撮っちゃうんだよね。うわ楽しそう、いいな。いやもうね、毎回ハッシュタグリカ全部可愛かったりかっこよかったりとかもあるんだけど、今回は本当に夏にぴったりなね、あの商品が揃ってたので、マジでおすすめです。気になる方概要欄からねチェックしてみてください。いろんなインスタ映え写真とか撮れそうじゃない、いろんなテーマとかつけて、例えばハンバーガーショップでアルバイトとか、水族館でデートとか、スケボー女子とか、ビーチとかのテーマでね、あのインスタ映え写真が撮れそうだから、今思ったんだけど、この子たち前のハッシュタグリカの洋服とか着せ替えたりしてインスタ映え写真撮っちゃいたいと思います。で今回ね、前に紹介したこちらウェアトランクの中にたくさんの洋服とかがあるので、まあね、そのテーマに合わせて他のねハッシュタグリカとかも使って、さっき紹介したハッシュタグマーメイドビーチ、ハッシュタグデイアンドナイトプールとか使ったらさ、絶対可愛いよね。よかった、前に水着紹介してたんだ。見て見て、じゃーん、こんな感じでたくさんのウェアがねいっぱい詰まってるので、この洋服とか使って映え写真撮っていきます。じゃあ最初はハッシュタグデイアンドナイトプールとか あのウェア使ってビーチとかのテーマ写真撮影したいな。だからこの水着とかさ、絶対合うよね。こうやってお友達とビーチに遊びに行くシーンとか、え、よくない？サンダル、サンダル、あったあった、サンダル。ここに入ってるウェアとかは大体はね、前に紹介したものなので、ぜひ概要欄から前の動画もチェックしてみてください。え、もうさ、もう夏って感じ、超可愛い。で最初はまあね、背景シートとか使ってスマホで撮るんだけど、まああとはちょっとね、お父さんにも手伝ってもらって、外とかでめちゃくちゃ綺麗な写真撮りたいなと思います。え、これさ、多分中で撮っても可愛いんだと思うけど、多分外の方が映えるよね。なのでちょっと後で外でも撮っちゃいたいと思います。はい、いろいろな映え写真撮れました。皆さん見てください、テーマ名もつけたんでね。それがこちら、可愛いでしょ、めちゃくちゃ。もうね、あのやっぱり夏にぴったりなドールいっぱいあったし、やっぱり女子高生って感じのね、ほらアルバイトとかもいろんなテーマで写真撮影できたから、いや楽しかったです。本当に今回のハッシュタグリカも、この写真とかちょっと動画ではまだ見せてない写真とかはインスタとかでアップするので、そちらもぜひ見てください。ロミのインスタもフォローお願いします。そしてあんまり映え写真の撮り方わかんないなっていう方、ハッシュタグリカのホームページに映えるハッシュタグリカの撮り方っていうのがね載ってるので、ぜひそれも概要欄からチェックしてみてください。もう誰でも簡単に映え写真が撮れるねやり方が載ってます。はい、じゃあということで今回はハッシュタグロカビリーチェリー、ハッシュタグフロートジェリーフィッシュ、そしてハッシュタグスケボーストリート、そしてハッシュタグマーメイドビーチ、4種類紹介しました。もう可愛い系もあるし、クールなウェアとかもあるし、もういろんなねドールとウェアがいるので、本当に絶対に自分の好きな子が見つけられると思います。ドールのセット1個あればもうより楽しめるし、ウェアセット別で買ってももうもっと楽しめるし、やっぱりこういうおしゃれな女子高生ってみんなの女の子の憧れだと思うから、やっぱりねこうやって見るだけでも癒されますね。もう羨ましいです。それも同い年なのにもうハッシュタグリカの方が全然大人っぽいの。今回紹介したハッシュタグリカシリーズ以外にも、まあねロミが前に動画で紹介したシリーズ
とか、もういろんなね種類があるので、ロミの過去の動画もぜひチェックしてください。そしてハッシュタグリカゲットした方はハッシュタグリカと一緒に映え写真撮っちゃってください。じゃあということで、またね新しいハッシュタグリカとか見たいよと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ロミの SNS もフォローしてハッシュタグリカの投稿を見ちゃってください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。